11月9日木曜日、秋の全国火災予防運動の出発式が株式会社東エネック三重支店津営業所で行われました。今年度、津市消防本部ではそれぞれの管内にある企業とのつながりを強め、地域防災や消防力の向上を図ることを目的に、地元の企業と連携した取り組みを進めています。11月9日木曜日から15日水曜日まで行われた秋の全国火災予防運動の初日となった9日には、北消防署と株式会社東エネック三重支店津営業所が協力して広報活動を行うための出発式がありました。出発式には津市消防本部の署員や株式会社東エネックの社員などおよそ50人が集まり、株式会社東エネック三重支店津営業所の岩渕信道所長が、一企業として地域社会の発展のために全員でできることをみんなで取り組み、一人一人が広報マンという意識を持って活動し、広く市民に伝わる一助になればと挨拶しました。また津市の田中秀弘消防長は、多様化している災害などに対し迅速かつ的確に対応する必要がある中で、地域との連携は不可欠、今年度から企業との連携・協力をキーワードに、これまで以上の取り組みを進めている、双方が協力することで火災件数の減少につながることを期待したいと話しました。出発式の後には、火の用心を掲げた東エネックの作業車と消防車両が次々と市内へ出かけ、火災予防運動の広報活動を行いました。津営業所では地域貢献活動っていうことを積極的に行って今います。その一つに、今回の消防行政ということで津市の皆さんに少しでも火災予防だとか、そういったことが伝わり、津市が本当に住みやすくいい町になればということで、引き続きこういう取り組みを続けていきたいというふうに思っております。今回ですね、株式会社東エネックさん、三重支店の通営業所さんが地域貢献ということで、このような企画を積極的に参加していただきました。官民が連携することによって、消防だけではなかなかすることのできないですね、広報活動、やはり限りがありますので、地域の事業所さんとコラボレーションすることによって、こういった火災予防を進めていきたいと思います。